まさか。あ、はい、もうダメ撃破。あ、ちょちょちょ、あ、クラッチした。ノーダメです。神の怒りは、おお、神の怒りかっこいい。俺これ取るわ。今いろいろパッて思いついた。あ、使えねえ。そりゃそうだよ、奇跡。お前足りねえだろ。何やってんだ俺。嵐のデオンソウル無駄にしてしまった。だったらさ、1切り取ろう。もう決めたわ。神のためにアンバーサー、俺進行ちょっと上げる。進行16まで上げて、要するに使えるようにします。1切りだったりハンマーだったりを。ちょっとレベリングすっか。よし、十分集まった。もはや主は得らぬ。あ、ちょっと足りない。使うか。待って、いくつ足りない。8000。ぴったりだ。使うか。使いにしないだろう。よし、オッケー。終わりました。これで、あ、ハンマーも1切りもいけますね。ハンマー取っとこう。いい景色だ。自殺しよう。はい、ということで真っ白な蛍光が真っ黒になりました。じゃあ原生デーモンとスキルビルを倒しに行きましょう。これは、ちょっと失敗した。試していいかな。はい、モーションキャンセルを使っていく。モーキャンやりやすいよ、めちゃくちゃ。で、徒歩で2に向かいます、エリア2ね。それじゃあ行きましょう。最強の黒ファントムの呼び声高い、あいつを倒しに行く。いるな。今回はね、2つの秘策を用意してきましたので、確実に勝ちたいと思います。まず1つ目が支援の盾。これ炎カット 90% の最強の炎盾です。最強ではないけど、個人的にデザインが好きなのと、あとクレイマーと合わせるとおしゃれだよね。ということで、まずはこれで行きましょう。まず先手は相手、これ奇跡を使ってくるから、再生ね、すぐ止める。そして相手の魔術を完全封印。これで炎の魔術は効かない。だがパリはできない。はい、無駄。これ封鎖する。いてちょっといて、ちょっと待って、攻められないんだが。いや、ここ攻められる。よし、何もできないだろう。ここも装甲だから、完璧なる装甲。あ、両手持ちですな、両手持ちですな、絶対無駄。あぶね、あぶね。そしてこれ、俺も火、やばくない？は？威力高すぎ。サイクロやば。そこそこ白い状態で6割ぐらいだったけど、いや10割削ってきたんだけど。嘘でしょ。スキルビル以前なんだけど、スキルビル以前の問題。危ね。あ、カウンターか。え、だとしても8割化け物かよ。こっからいきます。あ、これは俺のせい。よし、は？やっとうまくいった。スキルビル、全力を出さねばならないようだな。クレイマーはやや相性が悪い。相性のいいであろうファランクスじゃない、ファルションでいく。しっかり支援の盾を構えて片手で勝負する。そして隙を見て加えていく。出血したな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、しっかり受けてからいく。これ完璧だろ、完璧な対策。だが俺が用意したのはこれだけじゃないんだ。秘策を用意した。見せてやるよ、領域展開、反魔法領域。範囲内にいる術師全てのスペルを封印する。勝ちだ。いて、なんだと。さあ、封印されたぞ。お前はもう何もできない。その剣を振ることしかできない。なんだと、何をした。今はただ君に感謝を。
弱いな。スキルビル、武器を奪われた瞬間すべてね、思考が消えた、消え去った。これが俺の領域、反魔法領域。これがやりたいがために進行16まで上げるというね、防御に出ました。やりたくてしょうがなかった。夜の闇も怖くはなかった。あ、まあいっか、5000ソウルぐらい。よし、こっからは1切りにしましょう。最強スペルね。これキャラクターソウル傾向真っ白じゃない？ワンチャンある。動画では出したいんですけど、1回トロフィーを取るために塔のラトリア3でバイトしてるんですよね。それで1回クロファン倒してるんですけど、どうだろう。これを渡しておきます。トモの指は取れた。やった。これ自身のキャラクター傾向で攻撃力が上がるという、もちろんこれは侵入というか協力プレイ用ですけど、どういう計算なんだこれ。まだ3体しかクロファン倒してないよね。いずれにせよこの辺の調整ってオンラインがあるとすごく楽なんですよ。結構自在に操れる。黒くするも白くするも自在。オフラインがめんどくさいだけでね。よし、ということで今回は腐れ谷の時間ですね。ロートソン割といっぱい持ってるので、攻略はサクサクいきたいなと思ってます。ちょうど火のしぶきを持ってきてるし、でこれですよ、一切り。神の力よ。これによって一度死んでも体力が半分回復する。最強の奇跡だな。プロロさえしなければ OK。 あとはこれ右手ケツファルですね。ここはちょっと小回りの効く武器の方がいいかなということで、クレイマンもいいんですけど、あ、てかちょっと明るいか、てか遠くまで見えるね。でこれここに貴族のロートセットしとけば、タッチボタンを押して三角でしようか。あ、早いね。多分ロートス系とか、あとは香料とかこの辺に仕込んどいた方がいいのかもね。例えば儚い瞳もそうだ。その辺も仕込んどこう。俺支援の盾持ってきちゃった。でこれはもう右手ケツファルにして、徐々に徐々に MP 回復しながら、お、暗月層、こいつ暗月層落とすの。徐々に MP 回復しながら、しぶきをちょっと使って、また回復しての繰り返しをしていこうかなと。やっぱせっかくだからちょっとアイテムは収集したいな。これミルドハンマー。もう重量オーバーじゃん。ポイズン。てか、振動エグ。ポイズンの振動エグいんだけど。これなんだ？再生者？あー、再生者ここにもあったな。うっとく。え？何気に硬いですね。このエリアね、魔術師に侵入されると、ジエンドなんですよ。ジエンド。本当にジエンドオブザワールドなんですよ。何もできない。各言う僕も魔術師ですけど、スペルに特化してないので、ちょっと厳しいかもしれない。こう沼地でローリングできないじゃん。ローリングできないから、火の玉ぶち当てられるんですよ。火の玉なり、ソウルの光なり。その辺をもう、好き放題ぶち当てられるので、はっきり言って積んでる。で、これロートス食べて、回復して、ちょっと沼地避けながら行こう。あ、危ない。デモンソウルはこう見えてないけど、ダークソウルとかとほぼ同じような仕様になってるはず。だからちょっと待って進んだ方がいい。待ってこの毒ゲージを減らしてから、見えないけどね。見えないけど毒ゲージを消してから進む。ほちょんな来るか。そこで勝ち合いたくないな。勝ち合うなら奥がいい。これは俺直。よし。ここで勝ち合ったら死ぬ。ポイズーン。で、これが猫指輪。で、さらに奥に行くと、あそこに純粋吸い付き石。で、この奥が吸い付き石の塊。何でも知ってます。当然ですよ。決まってるじゃないですか。RTA プレイヤー、ことトロコンに関して言えばね、クロードですから。クロードの領域なので。あれ？お前らそこいた？いなかったよな。これ新規追加だな、多分。でしょ？包丁な。来いよ。よし、来た。待って、再戦しよう。これはね、陸地で戦います。両手持ちはパリーできないから、ちゃんと陸地で戦って、ディレイ。ちょっと待って、一旦回復ね。これは無理。はい、後ろ裏取りで、はい、バン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 、ほーらほーら、はい、ロリスタ。完璧です。包丁は大土なので、バクスター取れません。バクスター取れる。違う、バクスター取れるんですけど、パリーが両手持ちだと取れないので、
こういう風に自然的にね、後ろに回っていくって感じですね。で、これは両手持ち、片手持ち切り替えていくことで、今ね、これ、ポイズンかかるし、ヌスッとついてないの、なんで気づかない？ちょっとクロート攻略するか。はい、使いに行く。よし。OK。使い魔のいたずら使えるか。クロート。これだったらブラック意識持ってくれよ。伝承の勇者か。いらん。よし、で、上ルート行くか下ルート行くか。おっと、まずはハエを潰そう。ハエ潰しつつ、しぶきで全てを燃やしていこう。しぶきほんと便利。何が便利って、相手ひるまないけど、こっちも自由に動けるから対応力がある。だいたいどうとでもなる。で、多分これ右手クリスナイフと使ったら一撃だな。これで多分一発でいけるな。あ、いいね。で、ゆっくり歩いていって、はい、スカシ確定。もう武器最強なので、正直俺は何も気負わずに慎重に立ち回っていけば多分負けない。薬草ゼリー、知らんな。知らんもんが手に入った。はい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 、はい、燃やし尽くして。なんだ薬草ゼリー。ああ、なるほどね、リジェネだ。このエリアだと役に立つかもな。どうでしょう、使わないけど。めちゃくちゃハエが来る。ハエの大群が来る。随跡は誰一人落とさない。で、ここだよな、どうするか。あ、一体に気づかれるのワンチャンありじゃない。いや、そりゃフロート的思考でスルーしたって構わないんですけど、別にね。でもやっぱ戦い、逃げられた。ちょっとなぜ気づかない。よし、どうだ、これバレてる。あんまり意味ないな。いい戦略かなと思ったんだが、どうだ、バレてる。普通にバレとる。で、沼地を、ここはね、沼地でも焦ってローリングしないのが大事だから、ちゃんと引く。それで沼地でローリングしたら進む。火力 is power。 なんか暗いなと思ったら、俺のモニターの見る角度が悪かったわ。バーン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 、このエイムよ、おいエイム。もう完全にホーミングしてるから。そういえば俺こっち側見たことないな。なしだろうね。知ってる。落ちるとかないよな。リスクはお母さん。あ、てかあれ随石だ。いただきます。じゃあもうここは行きましょう。俺はいらないけど。俺は正直このデータでは、その武器は使わないけれど。ただ見たいでしょ。月光の力を。マイガイディングムーンライト。よいしょ。お、伝説の勇者ここか。こいつが月光の騎士ビトーか。伝説の勇者って今のところライゲルと、あとは月光の騎士か。この二人だな。この二人からは伝説の勇者のソウルって一番でかいやつがね、落ちてる。ダクソでも偉大な英雄は二つだよね、落ちてるの。って考えると、本当に偉大な人間っていうのは、伝説に残るような人間は一人二人ぐらいしかいないんだな。ライゲルもその一人。よし。まずこの汚らしい存在を全て滅していく。月光を取るんだ。邪魔をするんだ。すごい。重たくならない。PS3 版だともう、ラグラグ処理落ち処理落ちだもん。処理落ち処理落ち処理落ちの嵐だったのに。おい。いやー、これ待って。なかなかかっこいいな。記念撮影しとく？幸せそうだ。幸せそうな顔してる。じゃ、データ所持重量オーバーだから取れないやつ。これでいけるでしょう。うん、よし、月明かりの体験。うわ、すげえ光ってる。いや、光ってなかったぞ、PS3。でもエネルギーじゃん。魔力が充填されてる。じらじらいってるな、これかっこいいな。いや、これ新マキャラのサブで使えるな。絶対使おう、俺。うわあ、ちゃんと光が、光陣が。うわ、すげえ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 。
当たり判定かっこよって消えてったし。え、どういうことこれ。これクリスタイムじゃ消えないよね。いや、これ無酸してる、死体を燃やしてる。いや、もしかしたらこれ炎でも同じこと起きるかもな。多分同じこと起きる。起きない。これ別世界に送り込んでるとか、また上の次元もしくは下の次元に送還してるとか。思ったよりすごいクオリティ。これ使いたくなるな。新アンバサー絶対使うでしょ。で、月明かりの体験って重さがないので、まあ、あるんだけど軽いので、神魔系の完全に魔法型のビルドでも使うことができるんですよ。てか使う、盾剥がすために使うんです。なんか買っておくれよ。このばあちゃん何にもいらないんよな。メイスな、メイスいいな。あ、防腐の粉、これいいね。耐性上げるのはいいな。あまりクレイマーを舐めるなよ。本物の力を見せてやるよ。おい、あ、いや、ここ丁寧に探索は初見プレイでもやってないよ。初見プレイでもここは飛ばし飛ばしやってたと思う。あまりにもしんどくて。あいつ厄介。あ、これ切りかかってると封印だねや。震える。脳が震える。あの、ここはね、魔術師は侵入楽しいんだよな。腐れダニには。あんまりできないけど。したら、まず、くれ。危な。侵入できたら魔術師は9割方勝てる。9割方勝てます。負け筋は3人いて、で相手にも魔術師いる場合は負け筋だけど、その条件でもない限り痛いです。ほぼ負けないっていうね。それだけ地形が強いんだよ。ああ、上か。うわー、これ上とか懐かしいな。ちゃんと探索してみる。ちょっとなかなかやらんよ、ここの探索なんて。ここの地形とか当時なら覚えてるけど今はあんまり覚えてないわ。あいつ鬱陶しいな。やべ、もう一枚。これね、一回初等化開通した方がいいわ。基本中の基本だけど。初等化開通か、もしくはボス倒しちゃうかだけど、初等化開通だな。こっちとらいい魔術持ってますからね。これ活かしてちょっと逆走しよう。逆走というか、しっかり初等化を開通していこう。うわ、やべ。出た、儚い瞳の島。あそこにね、儚い瞳落ちてるんだけど、阻んでるんだよ。あいつらが。でも今の俺ならやれる気がする。上手にやれる気がする。まあ、これ曲がり角いますから。これ、クロート攻略的に言うと、こうです。あ、びっくりした。はい。よいしょ。はい、はい。はい、と。なんかね、いや、攻撃力とか変わってないと思うんだけど、ケツファルをね、神殿騎士でケツファルをラトリアの音源取るために塔をクリアしたんですけど、魔力6で。魔力6のケツファルプラス4で攻略したんですけど、全然火力出なくて、多分無強化でしっかり魔力振った時の方が火力出てるんだよね。なんかそこまで変わってるかなっていうのはわかんないんだけど、もしかしたら変わってるかもしれない。補正の入り方がやばすぎでしょ。あれ3体いるからね。で、ここはこいつを潰すことで防具まじないし、ほい、まじない意識です。結構使ってる人いるね。サツキの防具でもあるし、意外と硬いんだっけ。俺見た目嫌いだから使わなかったけど。うわ、下にアイテムある。こんなん10年ぐらい拾ってないぞ。暗月か。え、ここにあんの暗月。嘘、どうせサイクロになったら通れるとかあったんでしょ。嘘つきしかいねえ。なんか攻撃力高いぞ。君、いて。よいしょ。ここから登っていきましょう。無敵を知れ。危ない。はい。武器強。
武器強いしか言ってないけど、本当に武器強いな。こんなに適切な攻略なかなかしないからね。皆さんも攻略する際は能力値に合ったビルドを組むと。筋力上げるなら叩き潰すにするし、魔力上げるなら月か血月、信仰を上げたら祝福、義理を上げたら義量武器と、ちゃんと合わせていくと、それだけで火力がめちゃめちゃ出ますので、やっぱりこのアクションゲームっていうのはね、火力があればそれだけ心に余裕が生まれるから、立ち回りにも余裕が出るし、火力ないとそれだけ長期戦を強いられるから、必然的に動きは悪くなっちゃうよね。集中力っていうのは限界があるから、人には。ちなみに俺は45分が限界だから、本当の限界が45分だから、よしと、動画編集するときは45分で必ず区切ってる、必ず休憩することにしてる。ほい、あ、ここか。あ、こんな道だったっけ、俺もう覚えてない。ここ来る人いる？侵入でここ隠れたら見つかんないんじゃね？行った。見つかんないでしょ、これ。絶対。てな感じで OK かな。なかなかしっかりした攻略ができたので、ボス戦行きましょうか。せっかくだし、モアで行くか。で、サブにクリスナイフ仕込んどいて、しぶきを適宜、撃てたら撃つ。さあ、不潔な巨像。え、どこ撃った今。まずはこれ装甲剥がします。火力が、うわ、ハエだ。妖刀だ、妖刀。火力半端ねえ。てか虫もいった、やばい、捕まった。ハエに、ハエがまとわりついてる。はい、脇抜けていく。スカスカ、ほいっと。で、装甲さえ剥がせばあとは魔法も通るから。燃やしちまえ、燃えちまえよ。ハエが意志を持ってこっちにやってきてる気がする。怖えよ。軌道が見合い、軌道がすごく見にくいな。軌道があまりにも見にくい。これハエちょっと怖いかもな。分かんなかったわ。あ、カボタン。ではもはや主は帰らぬ。体力、腐敗の中の安息。本当に安息なのか確かめてこよう。一切れ、いや、楽しみだな。パリーの精度は悪いが今極まっているから、ぶっ潰してやるよ。不浄の主、人の身にしてデーモンの名を冠する。名を冠してるんじゃない、デーモンなんだ。これはガルに挑んだ者たちか、歴戦の猛者たちか、それとも信仰の。あ、綺麗、金髪ショート派なんですよ。そこにいたの、ガルさん。ガルさんなんてとこに。いくら毒耐性高いからって無茶するな。無茶しすぎだろ。すみません、ガルウィンランド。かわいい。うわぁ、変なとこ登ってる。乙女アストラヤ。戻ってください。デーモンを殺す者よ。ここは神に捨てられた者たちが寄り添う場所です。あなたが奪うべき何者もこの地にはありません。お願いです。戻ってください。俺が奪うべきはな、お前の命だ、アストラヤ。会話をしよう、ガルブインランド。会話しましょう。あ、ソウル体だから会話できないんだ。使うか。何のために自殺した俺。会話しよう。戻れはしないか。どうしても彼女を害そうというのであれば仕方ない。この地の底で腐り落ちるがいい。ガル、ちょっと膝の曲がり方が気になるぞ。それだけだ。はい、余裕。血にまみれろ。よし、ひっそり生きている。それが悪なんだ。存在そのものが邪悪。逃げんな。ちょっと待て待て待て。おい、ガル、逃げんな。
いてててちょっと待って。あまり舐めるなよ。ガル逃がさねえ。逃がさない。逃さない。おい、こっち来い。そこはダメだ。ガル、そこはいかん。そこはいけない。来たな。はい、余裕。さあ、ラスト。どうしてくれようか。いや、そりゃそうするでしょ。はい、これ体重の基本です。残りドットは、しっかりしぶきで削り切る。これがね、これこそが、体重の基礎です。え？なんか降ってきたし。てか、ごめん、BGM やんだと思ったけど、違ったわ。てか、俺死にそうじゃない？ちょっと待って。はい、暗月。疑わない。疫病えぐいって。あなたは、あの人が倒れたのですね。わかりました。私の抵抗など無意味でしょう。さあ。望みのデモンズソウルを取りなさい。待て！し、決して逃がさないぞ。しっかり化粧してるな。え、いいと思います。いいと思いますけど、ナチュラルの方が俺は好きです。この写真ベストじゃない？ああ！待って、ああ！くそ！もっといい写真が撮れたのに。もっといい写真が。フォトモード楽しすぎでしょ。みんな遊んでそう、これ。いや、フォトモードいいな。俺、ほんとフォトモードっていう文化に結構否定派で、別になくていいだろうっていう、まあ、あってもなくてもどっちでもいいだろうってタイプだったんだけど、これはあった方がいいわ。これはね、思ったより楽しいわ、フォトモード。なんか別のゲームのフォトモードももっと遊んであげようって思ったもん、今。これは面白いわ。